さんこんにちは、高橋アリスです。今高校に通いながらもモデルとキックボクシングの両立を頑張っています。そもそもアンダーマーを着るようになったきっかけ教えていただければと思います。私キックボクシングやってて、でジムのキックボクサーサイズの女性の方がなんかレギンス履いてたんですよ。かっこいいですねって言ったら、え、着てみなよみたいなこと言われたから着たんですよ。めちゃくちゃフィットしてて、でそっからですかね、アンダーアーマーしか着れなくなっちゃったの。蹴るときに硬いとやっぱ軌道が効かないんですよ。でもアンダーアーマーのだと完璧に自分の足にフィットするから蹴りやすいし、汗とかちゃんと抑えてくれるから楽です。では一押しの商品を紹介していただきたいと思います。私の気に入りはこれです。お、スポブラですね。はい、スポブラです。これ本当に触り心地が良くて、なんかなんていうんだろう、つけてるんですけどつけてないみたいな。で普通のブラだとこうやってストレート打つとき回しづらいとかなるんですよ。これは本当になんなくて一目惚れですこう見えちゃうって時もあるんですよ、たまに。これ見えないし締め付け感がないからヨガとかいろいろできると思います。これサポート力が、はい、ハイ、ミドル、ローって3種類あると思うんですけど、はい、キックボクシングに向いてるなと思うのとかってありますか？まあ、キックはめちゃくちゃ動くんでハイがいいなって思います。まあ、筋トレとかになるとミドル使い分けて、はい、今までのはなんかスポブライコール絶対揺れないみたいな感じだったんですけど、これはつけてても寝れるなって思って、本当にいいんですよなんか通じるかな。本当にブラつけて寝るのが嫌だっていう人とか多いじゃないですか。なんか違和感があるみたいな、でそれで垂れちゃう人もいるんですけど、このブラに変えてからマジで睡眠時間が伸びてフィットするっていうのが、こんなにもなんか自分の行動を広げるんだなって、着たら分かります。もう触るだけでも分かります。もう手放せないです。